始まりました、お遊びマスターズ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、今回の衣装はロゴスショップ東京店安岡さんのコーディネートでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、大丈夫ですか？今日はすごく着心地もめちゃくちゃいい。これね、これ素材いいよね。藤井さん大丈夫？いつもなんか、いや問題あるよ。え、何やろ今日。ないやん、足首が出過ぎてる。そう、お前の問題ちゃうんかこれ。多分そういうファッションだから悪意はないと思うよ。いや悪意しかない。安岡さんが絶対ワンサイズ小さいに入れてるよ。違う違う、こういう作りやねってことだと思うんだ。俺やから泣いてへんだけやねこれ。違う、こういう中学生ぐらいやったら泣いてるから。あ、もうお下がりみたいな。こういうサイズ感でやってくださいっていうロゴスのやつ商品。俺もそう思うけどな。安岡さん、ナイスプレイ。ありがとうございます。結局そういうことでございます。いや、わーわー言うなよ。人盛り上がり。私がコーディネートしました、テーマは秋のゆったりキャンプです。さあ、というわけで今回は、皆さんおなじみ渋谷にやってきております。いや、ちょっといいですか、はい、はいはい、先ほど、もうスターに会ったんですよね、我々ね。会いました。そう、会っちゃった。オリエンタルラジオ藤森慎吾くんに会いました。会いました、キラキラしてた。吉本辞めてから初めてやったかな。はい、あの上って出ましたよ、なんかファッションで。そうそうそう、お洋服とか美味しいなんかね、ジュースランチとか、はい、ジュース買いに行くって言ってました。行ってました、行ってました。今日我々下行きますから。え、芸能界のって意味ですか？違います。実はの取り方お任せしますけど。先輩なんですけど。ということで今回のマスターご登場いただきましょう、はい、高山さんでございます。高山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。さあ、今もちょっと慎吾の話もありましたけど、ヒントで下へ下へ行きますよと。下って何よ、ね、マスター今回のテーマ教えていただいてよろしいですか？はい、はい、今回は暗渠。暗渠でございます。何ですか暗渠って？暗渠というのは暗いという字を書いて、今日はね、山水に巨人軍の巨書いて下に木って書く。うわ、うわ、もうこれ嫌な字なんか読めないし。溝っていう感じなんですよ。で暗渠、暗い溝。マスター暗い溝、暗い溝。嫌だ、もうそれだわ。もういや、今ずっと31年暗い溝にいるんですよ。大丈夫です。意味が分かんない。暗い溝は分かったけど、川とか水路ってありますよね、はい、まさにこういう、はい、渋谷川ですけども、はい、これが地下に潜った状態、つまり川に蓋をして下の下のことを暗渠、暗渠にするって言うんですけども、暗渠になった道がこれまた楽しいんです。実はあの何冊か本を書いてまして、はい、暗渠マニアック増補版っていうんですけども、暗渠の面白さ、楽しみ方みたいなことをですね、皆さんに伝えていくのが私の使命だと思っております。なるほど。見えなくしたものを見に行くんですか？まさしくその通り。見えないものを見に行く旅です、今日。それがいいんですよね。そうなんです。そうそうそう、これいつの前かビル建っちゃってますもんね。そうなんです。昔々の写真があるんですよ。あ、でもこんな、うわあ、これいつ頃ですか？これはですね、昭和30年代。これがあの駅ですね、今の駅、渋谷駅で、まさにこの川がこれで、これでこの辺に今光家とか建ってる、はいはい、車がもう ね、 そうだね、時代を感じさせる。ですよね、こんな、この先どこ行くかって考えたことあります？確かにな い、 いですね。ここしか知らないですよね。でもちゃんと源流があるんですよね。そうだよな、確かに。亡くなったところから源流までが暗渠。なるほど。やってるわけです。水の流れは向こうがだから上流でこう流れてますよね。そうです、そうです、その通りで。確かに向こうでどこに合流するかも知らない。知らない。東京タワーの横を通って東京湾に向かっていく。なるほど、知らなかったね。だからちょっと楽しいって思ってもうたわ。でしょでしょ、やったー。だから今日はめちゃくちゃ歩きます。歩きます。とにかく歩くロケです、今日は。はい、ここ川なんだ。そうなんです。そういうことだ。
都内でもこんだけ綺麗に残ってるの珍しいんです。たまらないでしょ。まさかこんな見たらたまらないです。もう皆さんこれ今川に見えてる。見えてる。見えない。見えてないの。びっしょびしょ。びっしょびしょ。あ、水流れてる。水流れてきた。それなんですよ、渋谷川の源流の一つ。流れてるよ。じゃあまず行きましょう。はい、そこのスタート地点八幡橋っていうんですけど、はい、そこから今日は渋谷川上流一帯を目指して歩いていこうと思います。わかりました。確かにどこ行ってんだこれ。そうよ ねちなみに今のうちにどこが源流かって予測してもらってもいいですか。源流。源流いくつかあるんです。新鮮とかあるじゃないですか、はい、おああいうなんかね、ちょっと神の泉。なるほど。あの辺から湧いてとかさ。ピンポン。1個正解。あとね、1個正解っていう言い方。たくさん源流があってその水が集まってきてこの川になってる、うん、あ、なるほど。漁園とかですよ。その通り。あ、漁園の池。2個目正解。すごい。秀さん、いやいや明治神宮。その通り。ピンポン。明治神宮。明治神宮、はい、あん中に池があるんですよ。あれも水源。松濤あたりって行ったことないですか。あの公園あるね。ありますね。その通り。池のね、はい、鍋島松濤公園の池。ここ行けますね。すごいな。けえへんから知らんかったけど、はいはい、こんなことになってんねんな。こんなことなってんねんな。この先取り抜けできます。いや、この辺も変わっちゃ、いやだから変わったよね。高山さん、こう渋谷パンテオンって言ってね、 はい、あそこにプラネタリウムあって、子供の頃で銀座線が一回真っ暗になって近づくようで、駅の前で暗くなるんですよね。そう、ランプが消えるのよ、電車の中の。でですね、ちょっとここですいません、もう渋谷川なくなっちゃいましたけど。なくなりましたね。ああいうもんが残ってるんですよね。あ、でも橋、そうそうか、そうか、この下か、はい、この下通ってたの、橋残してんだ、ね、稲荷橋って書いてあるんですね。で、こっからどう行くかっていうのをね、これからますますこう楽しみながら行っていきたいと。そうか、これすごいな、こんなことになっちゃった、ね、近未来的やな。ねえ、大きい商業施設が一気にできましたもんね。そう、なんか100年に一度のとか言ってね。光栄からついていけてないわ。せっかく上に来たんで渋谷川ちょっと想像してみましょうか。ああ、なるほどね。こういうことね、はい、はい、そう来て、実は昔はですね、はい、これはやっぱ昭和30年代なんですね。ここに川が。本当だ、ほんまや。で、何回か付け替えがあって、最近の再開発でこんな感じになってるんですね。ちゃんと渋谷川って書いてあって、地下に潜ってるのが分かりますか。で、実は地下でこういう広場があってですね、上に渋谷川が見えるんですよ。上、これが渋谷川です。あ、残してんのね、はい、これがその続きですね。で、川の動線的にはまっすぐ行ってるってことですもんね。ずっとほぼまっすぐです ね。それがそのまま漁園とかまで行くってこと。そうです、そうです、ね、いや、これ見てよ、ちょっとこれ。すいません、ね、高山さん上ばっかり。どうぞどうぞ。何これ、すごいですね。今見てんだよね、慎吾があそこからね。そうです。ちっちゃいな、先輩3人って。さっきのネズミ3匹ロケしてるっつって、ちょろ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 。もっと端っこ歩けと。今坂道なの気づきましたか。こう ね、 ね、 ね、そうそうそう、確かに坂道だ。渋谷川に向かって下ってるとこなんですね。で、だんだん谷底に来ました。ここね、はい、あ、ここだ。ここがまさに、はい、ここってよく見るとちょっとカーブしてますよね。はい、あれ昔 の渋谷川のカーブなんですよ。あ、これじゃあ今川の上。そうです、そうです。あ、こっからバーって。で、ちょっと前、ね、7、8年前こんな感じだったんです。いや、そう、あ、こんなんやった。暗渠の上って割と駐輪場とかに利用されがちなんですよ。あんまり重いの置けないから。その通りです、その通りです。で、車バンバン入ってきても困るし、だったらじゃあ駐輪場にもしちゃえっつってこんなふうになったと。で、それが今こうなってるっていう感じなんですね。ここをずっと登っていくと、さっきの新宿御苑の方まで行くんですけど、はいはいはい、それが渋谷川の本流ですね、うん、これもやっぱりこの辺から見たなんか趣あるな。これが渋谷川で、はいはいはい、実は支流が合流するのはここなんです。これ支流です。で、今日この支流のこの先へとね、歩いていこうと思います。なるほど。まさにこの合流してるあたりが今我々が立ってるあたりですね。はい、向こうに渋谷川が流れていて、こっちにこう支流が流れていくと。なるほど。これがその辺ってことか。まだ駐輪場になってますね、こっちはね。ね、
こういうあの暗渠にありがちなものをですね、我々暗渠サインって呼んでるんですよ。暗渠サイン、はい、これ駐輪所とか、はい、あ、こういうのあったらもしかしたら暗渠かもな。あー、芸人さんでいうあるある。なるほど、暗渠あるある。これもしかしたら暗渠サインじゃないって分かったらですね、なるほど、教えていただければ。分かりました。こちらのなんとか川っていう川を向かっています。分かりました。なんとか川。なんとか川。ちなみにあの忘れたんですけど、はいはい、若手の気分に戻ってこういう、あ、僕大丈夫です。いやいや、もうやっていただかないと。え？いや、こんなの。まあ、そうです、そういうことです、そういうことです。え、これ、はい、これは若手の役割。若手がやるんです。一番若手。ベテランは持たないですよね。一番下だから。え、古い地図ありますよ、ここ。暗渠サイン。暗渠サインちゃいますの、これ。ほら。暗渠書いてありますか。これ違うの？川じゃないの？川が。それはね、あのインクが染みてるだけですね。え、これ川でしょ、川でしょ。青いの溢れてますよ。古いというか地図結構新しいで、これ、結構新しいですね、うん、だってアディダスって書いてあるもん。宇田川町。素晴らしい、その通り。よく気がつきました。宇田川ってことはこの川の名前は宇田川。宇田川町って川の名前だから。宇田川のあれか。え、じゃあここ川なんだ。そうなんです。そういうことだ。確かに川の流れっぽいツアー、はい、ですよね。あの交番のとこ ね、 ね。であと目の前西武百貨店2つありますよね。本当だったら地下つげますよね。確かに。ああ、上でつながってるね。川があったからつげなかったんですよ。なるほど。じゃあ分かれてるんですか、これ、まあ、こんな風に今の景色にも随分川が影響してるんですよね。うん、そうか。皆さん感がよろしくて、この先いろいろ聞こうと思ったこと全部答えていただきました。あらあら、ここは無限大ホール通る時ぐらいだもんね。行きましたね。宇田川はもうちょっと後で言ってほしかったですね。そうです ね、 ね、そうですね。いやいや、あの地図で分かる。しょうがないでしょ、高山さん。素晴らしいです。あれはだから宇田川早すぎた、秀さんマイナス5ポイント。うわ、じゃあもう同じこともう一回言っていいですか。プラマイゼロにしたいです。大丈夫です、大丈夫です。地図なんか見ててもなんかこの地図のこの道変に曲がってるなとか。高山さん、暗渠サイン。お、池。いや、これ違う。さすが、すごい、本当だ、池だ。池だ、ほら形も青いし、青いし。ああ、スウェーデン、ね、じゃあそういうことにしときましょうか。決して間違ってなかったんですね、今のはね。そうです、そうです。間違えてますよ、池。池は良かった。間違えてるよ、はい、でもさっきのだから藤原さん言ってたけど、こうこのね、この川やもんな。こ、横だった。こうやって見たら、はい、川だね。川ですね、これ、ね、こう分かれて、ね、今どっちが、どっちも川っぽく見えますけど、うん、さっき言った宇田川というのはどっちでしょうか。ちょっとね、こっち。お、あそこ行くと、はい、下こうなんか埋めてる跡地みたいのがあるんで、歩道が。お、細いやつ、うん、でも確かにこっちの方がこう綺麗なスロープになってるから川っぽいけど、小島のさっきの池のこと言ったらこっちですよね、こっち気がするね。皆さん正解、こっち側です。こっち、やっぱりこっちが川。やばいな。はい、無限大ホール。はい、皆さんおなじみの。よー来たな。え、これは超若手だけが来るところなんですか。そうです。だから我々、ね、我々ジジイはもう呼ばれない。よっぽどのイベントとかじゃないと、記者会見とかね。一時僕らはレギュラーやってましたけど。ああ、だからしょっちゅう来たわけね。はい、あの生放送があったんで。なるほど。ここね、川の横ってこと。そうで、ここほら抜けるとさ、急にね、はい、なんか歩道みたいになって。お、あ、そうですわ。そう、一通 NHK 抜けるさ、はい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 。ここからも別の暗渠サインがよく見えるとこに来ました。暗渠サインがある。はい。おお、これあったら暗渠かもねってもう思っちゃうやつがあるんですよ。これあったら暗渠かもねって思っちゃうやつがある。いや、でもこれでしょ、これでしょ。ね、こう川を、ね、あ、惜しい、惜しい。こっから見えてますね。っていうかもうこれがあったらじゃないの。あ、これ、この歩道。いうん、この歩道があったらもう。でも普通の歩道とどこが違ってますかね。え、なんかこう変な膨らみ、こう。膨らみ。だってここいらんでしょ。これがだから。お。河岸というかね。そういうことだ。ありがとうございます。素晴らしい。これ護岸なんですよ。護岸だ。川の護岸。これね、はい。だから今猪本さんが立ってる向こうが川。川。そうです、そうです。へー。
これ昔の名残ってことですか。そうですそうです、これ、はい、堀じゃないけども。確かに、だって外した方が道幅広くなるのに。ですよね。そうだわ、ね、本当だわ。ここだけじゃなくてそういうの結構残ってるんですよ。昔飾ったとこに護岸が残っているとか。なるほどね。ぜひ護岸を見たら暗渠かもって思っていただけると。はい、じゃあ山下さん、その若手カメラ次答えします。ありがとう。じゃあ、木村先生。うわよかった、危ねえ、セーフ。でも俺、一番器用だと思う。俺も下手だから。めちゃくちゃストレスやで。さっきからあいつも指示棒みたいにこうやって、ここがあれでしょ、言うて使ってるでしょ。さんまさんみたいな。いや、やわもう。そんなこと言ってるやつに過ぎちゃいましたけど、え、そこに道がありましたよ。あるよ。これまっすぐ行くとどこにぶつかるか。あの東急本店通りのこちらの、そうですそうです、脇道ってことはショート新鮮だ。そう、ショートだ、ショート新鮮。そうですそうです、その支流の後ですね。あ、これ、はい、この道がそうなんだ、はい、そんなん知らなかったね。ここはちょっとあの跡形も残ってないんで相当難易度高いですけど、あ、昔の地図があるんでちょっと見てみましょうか。今はこういう便利なものがあって。いや、そうですね、今ねこれあるんですよね。そうなんです。江戸時代まで行けますもんね。そうですそうです。そうですね、この池から流れてくる。あ、本当だ。大雨降ったらこの辺なかなか大変やったでしょうね。でしょうね。ぶつかってもね、確かに。まさに昭和30年代とか結構たくさん氾濫があったみたいですね。そういうのも防ぐんで、じゃあ下水道に変えちゃえって言って、どんどんこの辺の川が下水になっちゃった。下になっていっちゃった。そうですそうです。水洗トイレとか整備してる時期だったんで、ますます好都合だったんでしょうね。あ、暗渠サインちゃうか、あれ。あ、春の小川って書いてますよ。どうですか、暗渠サイン。あ、そうですね、よく気がつきました、うん、春の小川この通り。あ、大手の。はい、あ、大手だ。大手っぽいで合ってます。で、春の小川のモデルになった川っていうのがこの先にあって、うん、それを示したくてこの看板つけたみたいですね、なるほど。さらさら行くよ。そうですそうです。今日はその途中までも行こうと思います。また暗渠サインが私の目の前に見えてきました。これは簡単かもしれないな。今私としては2つほど。2つもある。2つも2種類ほど見えてきましたね。これちゃうの、あの石のやつ。あの石のやつ正解です。車止めって言うんですけども、はいはい、これもあれも車止め、うん、車が入らないようにしてるわけですよ、はい、やっぱあの構造上脆いんで、あんまりこう車がバンバン通っちゃうと困るから、これが暗渠を守っている。こういう車止めがあったところは暗渠を疑った方がいいです。あともう一つ、これはきっと暗渠じゃねえのっていう緑。いや、緑が多い。たまにこうぶっとい木あるじゃないですか。はいはい。あ、違う、これだ。お、あ、これどれですか。これ暗渠サイン。その壁、壁、見るとこの段差、向こうにガクンと低くなってますよね、うんうん、ってことはここに谷があったとか、今我々谷の中にいるんですよ。あー、なるほど。ってことはここに水が集まってきてて川になってるはずだ。なるほど。この高低差、段差がですね、暗渠サインの一つなんですね。なるほど。へー、なるほどね。あと緑とおっしゃってましたけども、確かにそれもそうですよね。ね、もともとあの川だったし、今でも湿気がこう残ってるから、やっぱ暗渠にある苔とかね、ドクダミとかシダとかって結構結構 ね、あ、ここもいいですね、いいですね。確かに湿気っぽいな、うん、感じいいですね、いいですね。確かに 川沿いですもん ね、こういうのって。湿気ありますよって言うてるようなもんですもんね。そうそうそう、その通りですね。風情あったんだろうな、でも、ね、ここね、川の方が風情あったよね。そう、うん、でここちょっとしゃ、ね、いい飲み屋出てくるんですよ、ここから。よくご存知ですね。ちっちゃいお店があって、ちょっと店やってる人に聞きたいな、うんうん、ここ川だって知ってましたかってね。ちょっとなんかいらしたら聞いてみましょうか。いらっしゃったらお店の、あ、こんにちは。すいません。ここってもともと川だったってご存知ですか。はい。あ、やっぱり知ってるんだ。何ね。名前ご存知ですか。え、宇田川じゃって。あ、そうですか。そうかそうか。ここだけ来ちゃった。焼き豚屋さん。はい。美味しそう。ね、ここ有名ですよ。ビール安い。もうやってるんですか。5時からです。5時早っ。早いですか。いや、今日ね、ちょっと息子のハロウィンでお菓子配る係で、今待って、息子待ちなんです。お子さんいらっしゃるんですか。はい、思ってるよ、アルバイトおじさんが来てしまった。いや、俺 JD かと思って。あ、ごめんなさい、女子大生のことで。えぇ、ー
すみません急にありがとうございます。ありがとうございました。あ、やっぱご存知か。まあそらね。あ、まあ言ったらね、高山さん僕な名前中川なんですよ。うん、お、暗渠、暗渠ネーム。暗渠ネーム。羨ましい。暗渠ネームってないよこれ。暗渠芸人。ペンネームみたいに、暗渠芸人みたいなのお前地下芸人みたいな。いい道だなほんでこれ。この裏側感っていうんですかね。背を向けてるじゃないですか。背割れ感ね。もともとこっちって川だったし、大した道路じゃなかったんで、皆さんこっち側にこう入り口設けないわけですよね。さっきみたいな飲み屋さんは別ですけど。確かに確かに裏口だ、うん。そういうこの誰からも背を向けられてるような感じがすごく愛おしくなるところなんですよね。俺ちょっと全く分からんすわ。本当。でもずっとそこに存在するみたいなね。そうそうそう。コーヒー飲みたいね。席でもあったら休んでいきましょうかね。ちょっと休みますか。だからこうか川を見ながらね、せせら聞きながら、これいいじゃないですか。ちょっと休みましょうか。休みたいっす、休みたいっす。どうでした、ここまで歩いてみて。いや、なんかここでエンディングはもったいないな、もっとやりたかったなって。確かに今まだ半分らしいですよ。え？いや十分でしょ。地獄ロケじゃん。もっと面白いとこありますからね。めちゃくちゃ歩くじゃん。あと1時間半歩くらしい。半分。暗渠サイン他にどういうのがあるんですか。そうですね、弁財天。弁財天。弁財天。はい、弁財天。もともとインドの水の神様なんですよ。ほうほうほう。で今でも弁財天があるところって周りに池があったり。あ、あるあるある。ですよね。池があるっていうことは入り口と出口があるはずだから、うん、そこに多分暗渠があったはずと。へえ。実は調べたことがあって、東京東京23区の弁財天199箇所行ったんですよ。これあのループが置いてあるとかじゃないですか。これそれぐらいの数あるよ。ループで行ったんですか。あ、ループで行ったの。いや、とこで行きました。でこの赤いところが川沿いか暗渠沿いで、これでね 50% 以上が暗渠沿いなんです。暗渠沿いか川沿いです。ただですね、どっかの大きな神社に移してるケースがあるんですね。もともと弁財天単独のとこだけ見ると8割以上が周りに川か暗渠があるんですね。なるほど。やっぱりそういうのを気にしてそこに。もともとの弁財天だともう暗渠指数爆上がりなんですよ。祝かけるバーベキュー発売記念スペシャル、ヒデのBB クイッキングプロデュースした。ちょっと待って目があかん。そうです、なんか言うてましたね今。そうなんです、あのかけるバーベキューというものを出しまして、要は都会でもパカッと蓋を開けたらそこがキャンプ場だよというすごい画期的な。うさくさ。どうしたんですか。うさくさ。え、そんなわけないですやん。だって何ですか。物は何なの。物はだからペースト状の、まあ、だから例えばですよ、まあ、お肉にこうしてもいいしディップしても美味しいという。何なのか言ってくださいよ。だからもう持ってきますから。元祖キャンプ芸人とかされてそういうことでございます。嘘ついてる。違う本当に嘘ついてる。元祖、いいか、元祖嘘つき芸人のいろんなことが混ざったってダメでございますよ。マーティー。なんてなんて、はい、なんてお願いします。マッティーです。マッティーです。こっから10年やっていきましょう。マッティーなんで断れへんかった。断れたんですか。断れるよ。そうよ、権利はあったよ。いや違いますよ、だってもうこれオーディションの模様次回あのここでお見せしますよ。ないねそんな映像。ということでよろしくお願いします。お願いします。今回のメニューはロゴス直営事業部小島さんおすすめクリスマスツリーアップルパイ&エッグノッグでございます。飯がいい。飯が良かったな、今日歩いたから。3時間も歩いたから飯食いたいって。でも美味しいのでこれぜひね皆さんにもやっていただきたい。エッグノッグというのはちなみに欧米ではクリスマスの定番のカスタード風ホットドリンクということで、はい、好きでしょ。マッティも好きですね。好きです。もう早く作ってや。わかりました。アップルパイから、はい、作りましょう。レッツエビキュー。あ、いや練習しときや、やんねんやつ。足りだよ、マッティ。やりやすい。よし、行こう。まずはですね、リンゴこちらを。はい、マッティやりにくいやろ。知ってた、こういうキューティーのこの枠があった。知ってました。リンゴ1もちろん、もう社内みんな知ってます。1センチ台。みんなかわいそうだね。特別危険手当て出ないのかね。マッティ、でも ここは どう聞いてた、本当に。危険手当てってなんとか。いや、マジで。でですね、ここにですね三温と三温と3つの温かいお料理やる人で三温と知らん。
そんなことある？ヌートバー、そんなことな、よし。いや、知らんかったことに説得力ある顔だ。やめてください、凹凸激しいんですけど。ここにですね、バター、ヌートバー否定しときって、レモン汁、シナモンパウダー、これを入れてきます。でですね、しんなりするまで、じゃあちょっとこれマッティ初仕事させちゃおうかな。学生さんだったんですか？学生でした。もう私はロゴス一筋です。私アウトドア大好きで、うん、スポーツも大好きで。あ、スポーツはフットサルやってます。好きなサッカー選手誰ですか？好きなサッカー選手、日本、鎌本奥寺、古いなおい、古いな、誰ですか？岡崎選手。おー、岡ちゃん、オーナー兼監督ね、やっておりますけども。続いてアップルパイのカスタードクリームを作ります。また出たよ、三温と。を入れますよ。でまず混ぜます。ガンガン焼くといいから。進まへんから、ヒデさん。どうでしょう。じゃあもう入ります。あ、そしてこちらがですね、薄力粉入れてふるいにかけて、牛乳を入れたら弱火にかけて、粘り気が出るまでかき混ぜながら温めていきます。マッティはそもそもお料理はするの？します。得意料理は？オムライス。オムライス。はい、そういうのでいいよ。え、今日、はい、そういうのでいいの？今日はちょっとね、卵とケチャップがないんですよ。卵あったやろさっき。見てください、いい感じになってきましたよ。あ、トロトロ具合出てきましたよ。そしてパイシートこちらでございます。30センチくらいまでちょっと伸ばしますね。アップルパイの上にかける、うん、あの格子状の飾りですね。ああ、はいはいはい、それをやってんの。そうです、ひまわりのようなね、はい、こういうやつね、はい、で飾りのツリー、はい、これがですね、もみの木ですよね、要はね。いいもみの木ですね。イカみたいでいいですね。でもう一枚のパイシートを少し伸ばして肩にはめます。こうパコッとね。さらにフォークで穴を、はい、プツ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 と穴を開けていきます。はみ出した部分はちょっと切りましょう。はい、開けたら温めたカスタードを入れていきます。はい、そして開けていきます。あ、そしたら飾り付け、飾り付けいきます。はい、生地を格子状に乗せて、またはみ出た部分はカットしてまいります。はい、すごい時間かかります。いや、もうあっという間、もう今3、5分が経った、もっとや。そしてツリー、そして星、はい、乗せましたよ。なるほど、はい、最後にここを折り込んでいきます。折り込んで、はっけ使って卵を塗ってきます、はい、さあ、はい、そしたらですね、かまどで焼き色がつくまで、はい、もうあっちゅう間ですね。何分ぐらい？時間にしておよそ15分やってんなおい。長い。違うんですよ、その間ですから。その間にエッグの具を作っていきましょう。はい、今度3つ卵を使いますよ。で結構あの砂糖入れますけども、これがまた甘々でうまいんですね。で混ぜていきます。そこに牛乳を少しずつ。美味しそうですよね。いや、まあまあね、組み合わせとしてはね。でとにかく混ぜると、はい、たった5分。カップラーメンとかでよかったけどな。5分混ぜてもらって、はい、とろみがついたところでシナモンパウダー振ったらもう完成でございますから。あ、じゃあそっちを見てみましょうか。めちゃくちゃいい匂いした。完成。かわいい。すごいなんかパイの香りするね。じゃあこれをカッティングして。あざーす。はい、どうぞどうぞ。うん、大人のパイやね。そう、手作りパイって感じ。おいしい。あ、よかった。おいしいおいしい。エッグノックいきます。お好みでシナモンパウダー振ってください、うん、私は好きなので。俺ちょっとブランデー垂らしてもいいな。あ、いいね。初、初、そして10年続きます、はい、よろしくお願いします。うわ、かわいそう。